格来賞、ジャニー氏問題に言及病を読み、ニュースゼロ、沈黙の裏に、ジップ、の衝突、と、うどうゆみこのキャスター魂。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。創業者のジャニー北川氏、去年87、 の課題疑惑は未だに収束を見せる様子はなく、大きな社会問題へと発展している。しかし、この問題に、ニュースゼロ、日本テレビ系、で月曜キャスターを務める嵐桜井翔41は未だに言及しないため、多数の批判の声が寄せられてしまっている。 同問題について5月14日に現社長の藤島樹林恵子氏56が動画で謝罪し文書で見解を発表同21日にタレントトップの東山のりゆき56がサンデーリブ簡単フテレビ朝日系でそもそもジャニーズという名前を存続させるべきなのかを 含め外部の方と共に全てを新しく、知透明性を持ってこの問題に取り組んでいかなくてはならないと思っていますと語った。同28日にはキャットタンへの中丸雄一39が情報番組、週一、日本テレビ系に出演し、相談窓口などを設置した事務所の措置について、 これによって全てが保管されるわけではないだろうなと思いつつも、全身の一歩かなと感じています。などとコメントした。四角桜井は画面から姿を消し、そんな中、桜井は5月15日、22日、29日と3週連続で同問題をスルーし続けているのだ。ジュリー社長が見解を示した翌日、5月15日のニュースゼロ。 ではこの問題を取り上げたものの話題に入る前に桜井が画面から姿を消しマックを務めるうどう美子54だけで進行 VTR を流した後うどうがこの件については番組で話し合って私が話しますと説明続けてまずは性被害については被害者のケアを最優先にしてほしい そして、エンタメを通じて、たくさんの夢を見せてきてくれたジャニーズだからこそ、ファンや私たちが迷いなく夢を見続けられるようにしてほしい、とし、そのためには今回の説明にとどまらず、プライバシーを守った上でですが、情報をオープンにする社会的責任を果たしていくべきだと思います、と話した。 また、私たち、ゼロ、母性被害は絶対に許さないという姿勢で、しっかりと向き合っていきたいと思います。と、語気を強めていた。四角、ジップ。で取り扱ったことで局内が紛糾か桜井が未だにこの問題に触れないことに、対し、キャスターは自己都合で語れる語れないがある人はやってはダメな仕事なの桜井生涯一番キャスターらしからぬことをしてます。ね。 他のジャニータレはコメントしてるのに、報道は君のような逃げているようでは務まらない。やはりアイドル以外道はなし。CM があるからそっちで頑張ろう。といった厳しい意見が寄せられている。芸能プロ関係者がこう明かす。5月15日のニュースゼロで桜井さんが画面から姿を消した裏には、当日の日テレ内のごたごたが関係していると言います。 ジュリー氏の謝罪動画がアップされたのが14日の夜。日テレの番組では、翌15日の朝の情報番組、ジップ、が最初にこの件をニュースとして報じたんです。ただ、月曜の、ジップ、にはジャニーズ事務所所属の風間俊介さん39がレギュラー出演している。これが日テレ内で物議を醸してしまったんです。 同局では、ジャニーズ・タレントが出演する番組をたくさん放送していますからね。四角紛糾する中、うどうゆみこが立ち上がった。日本テレビは、時代の、ザ、鉄腕、ダッシュ、すでに終了したものの嵐の冠番組、嵐に仕上がれ、k n g アンド・ n e スの冠番組、k n g アンド・ n e ス、などを放送。 さらに夏の超大型特番、24時間テレビ、の歴代メインパーソナリティもジャニーズタレントが務めてきた。バラエティ番組やドラマなどにテてれないにはジャニーズから恩恵を受けている関係者が少なくないんです。ただ、報道局は社会的に大問題になっているトピックをスルーするわけにもいかない。それで放送に至ったわけですが、放送後、本当にうちでやるんだ。 風間さんが出る日だが配慮はあったのかとなどなど議論に発展してしまったそうなんです。ジップで取り扱ったことで日テレ内での扱いがさらに難しくなってしまったということですよね。ただ夜にはニュースゼロが控えている。社会的なニュースであり、かつジュリー社長が見解を出したわけで番組で触れないわけにはいきません。 番組の会議はどうするのがいいかと大紛糾したそうです。この時に有働さんはもう拉致が開かないと感じたのか、私がやりますと声を上げ、ああいった形での放送になったと言われています。全能。四角桜井と中丸は第三者委員会設置を提案した改革派、有働は、この件については番組で話し合って私が話します。 と説明していたが、あれは番組関係者との会議の裏側をリアルに明かしていたということのようだ。うどうさんのキャスター魂が炸裂した放送だったと言えそうです。ただ、業界関係者の間では、桜井さんも本当はこの問題に言及したいはずといった話がよくされています。5月18日発売の、週刊文春文芸春秋、では、 桜井さんと中丸さんが事務所に第三者委員会の設置を提案した改革派でもあると報じられたぐらいですからね。桜井さんには正しいことをしたいという思いがあるでしょうし、キャスターとしての責任も感じているはずです。キャスター失格と多くの声が上がっている現状にも悔しい思いを抱いているのではないでしょうか。 ただ、5月15日のニュースゼロの放送の実態は、日テレ内の調整に巻き込まれて画面から消えざるを得なかったのではないか、ということですね。前での芸能プロ関係者、四角桜井翔のザ・ミュージック・デイ、幕にも批判の声7月1日放送の日本テレビの音楽特番。 ザミュージックで d 2023のマックを今年も桜井が務めることが発表されたが、これにも次のような厳しい声が上がっている。とりあえず桜井賞はやめろ。恥ずかしくないのかこいつを使うことが。本人は面の皮が厚いから平気なんだろうけど、日テレはジャニーズと縁を切れ、テレビと事務所、このままなかったことになった方が楽だもの。 絶対許しちゃいけないのに、決まってた仕事難な,なくこなそう看板祭。桜井さんは当事者でもあり被害者側の可能性もある。個人的な見解を出すのが難しい立場にあることには変わりはありません。一方でキャスターとしての使命感や教示もあるでしょうし、このまま沈黙を続ければ批判は鳴りやまない。 The Music Day が近づくにつれ、同番組にも悪影響が出てしまうことも考えられる。そういった事情もあり、桜井さんが今後、ニュースゼロでジャニー氏問題に言及する可能性は高いのでは、とも囁かれています。全同。東山、中丸に続き、桜井がジャニー氏の闇に言及する日は近いのだろうか。資格本当は言及したい 桜井賞、ニュースゼロ、で見せる、ビリしすぎるキャスターの顔。桜井が、ジャニー氏課題問題に言及する日は近いのかもしれない。